ひょっとしたら気になるかも。堀口芽衣の、もし受験の日、コーディネートスペシャル、イエーイ。どうもこんにちは、堀口芽衣です。というわけで、今日はですね、私がおそらく皆さん気になるだろうと思う、もし受験の日、私が一体何を着ていたのかっていうのを紹介していきたいと思います。まあ、主に秋からの、もしとかになって寒くなってきた時の防寒とかのアドバイスとかになってしまうと思うんですけども、ぜひ見ていってもらえたらなと思います。では早速やっていきましょう。まずは10月の1週目かな、もう多分終わってると思うけど、もう10月入ってるの終わってると思うけど、あのもしがあったんですよね。前頭もしか忘れたけども、その時私が着ていた服こちらです。これでーす。この上の T シャツがもう一個、あの別のやつなんですけど、とりあえず T シャツに幼き日の体操服に靴下、これで街中歩いてました。寒くないと思うんねんけど、去年の秋かなは暑くて、なんか夏めっちゃ暑い、冬めっちゃ寒いみたいな感じで、急に変わってるね。ラニーニャやったっけ、ラニーニャ現象か忘れたけど、だから秋があんまりなくて、その時多分まだ暑くて半袖で多分受けたと思います。あとはこの楽ちんなズボン、見た目なんかね気にしてられへんくなってくるの。ほんまに楽が一番いいってことでこれになりました。その時の写真がこちらです。よう歩いたなと思う、これで。では次行きましょう。続きまして寝台プレオープンの時の服装です。どうぞ。はい、こちらでございます。もう季節は過ぎ、もう冬に入りかけの時の服です。だね、寝台プレオープンが半台であってるな。それが10月31日ハロウィンやからめっちゃ覚えてる。その時にはもうユニクロのフリースを着ないといけないぐらい寒かったです。で、この下は普通 の長袖なんですけど、脱げるようにって思ってフリースにしてるけど、ずっと寒い。ほんまに会場脱ぎ着できるようにするのは、講義室って階段になってるんですよ。受けるところがこの階段上で、エアコンの温風がこう当たってくるとこもあれば、一個も当たらずにキンキンに冷えてるとこもあるのよ。だからちゃんと調節できるようにした方がいいと思います。多分この下ヒートテック着てたと思います。で、ズボンはこれです。ちなみにここからの服全部ズボンこれです。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。その時のお写真がこちらです。以上です。さらに時は経ち、共通テストプレの時のお洋服です。これです。ちなみにこれ1日目です。1日目はこれで行きました。12月の最後の方に1日目2日目と本番の共通テストのスケジュールに合わせながら共通テストプレをやるんですけど、ほんまに寒い。ちなみに受けてる時はの、ね、まあ、中はこんな感じなんですけど、普通のスウェットにこれをねズボンの上から履いて、こうやって閉じて、学校の講義室で受けました。ちょっと恥ずかしいよな、ちょっと恥ずかしい。ちょっとなズボンの上にこれはちょっとさすがに暑かったわ。こんな感じでした。ほんまに人の目なんてね気にしてられんくなっちゃった、この時。しかもね、さっきまでね、その時の写真ですとかあるんですけど、もしの前後になると写真がパッタリなくなるんですよ。スクショとかも全くなくなるんですよ。なのでちょっとお写真はありませんが、ほんまに意味はこれで受けました。よろしくお願いします。では次の服いきましょう。共通テストプレオープン2日目の服はこちらです。ドン。もちろんこれは着ます。で、脱いだ場合こうなります。イエーイ。やっぱり1日目からみんなそんなさすがにだらけた服装はしてないということで、ね、ちゃんとした服を着ました。それでいてもやっぱりユニクロだったり GU だったり自分で着やすいズボンを履いて、まあ、ずっとこのズボンを履いてたんですけど、で、スウェットですね、やっぱり。で、さっき着るの忘れちゃってんけど、タートルネックは必須です。個人的にね、暑くて鬱陶しいって人もいるんですけど、私は必要派でした。ほんまに寒がりで、着るか死ぬかぐらいまで寒くて、ほんまに。あの冬はほんまに一生タートルネック着てた。ってぐらい私はタートルネック大好きなので、こんだけあります。このね、いろいろな色のタートルネックの中からいつも選んでましたね。だからもしかしたらこのタートルネックじゃなかったかもしれへんけど。
まあ、こんな感じの服でした。いよいよ本番です。バイバーイ。そしてやってまいりました共通テスト1日目の服装はこちらでございます。ドン。もちろんこれ着て受験しましたけどね。めちゃめちゃ寒いです。おなじみのタートルネックもそうなんですけど、ダニズボンの下にタイツも履いてるし、ヒートテックはもちろん極暖でございます。ほんまに受験なめたらあかんと思います。ほんまにあのね、難しいとかじゃなくてね、とりあえず寒い。もうね、体も受験されてる。もうこの寒さに耐えれんもんは大学の門をくぐるなって言わんばかりの寒さなんですよ。ほんまにあのそれってさ、あかんくないって思うんやけど、ほんまに寒いね。まあ言うたらあかんけど、あの公立大学で受ける場合ってやっぱり私立大学よりも資金面的に設備が整ってなかったりするんですよね。私も公立大学に通ってるか分かるんですけども、あのね、私はあの山の上の大学で受けたんですよ。あのね、ビュービュー、風ビュービューで、あの、ね、エアコンはもちろんこの上空にしか吹き荒れてないし、だからもうこうファサファサファサってなってるし、わかるわかる、エアコンのさ、風がさ当たってさ、髪の毛がさフォー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 ってなったりさ、テスト用紙がねピラ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 とかなったりすんだよ。そうやってほんまにイライラするよな。その割にさ、足元がすっごい寒くて、で私はなので、あの靴下2枚履きにして足の裏カイロを貼って受けました。でブーツも履いてたので、もう足を保温状態にしたわけ。それでもう寒かった。だからまあこれを着て受験しました。で手もすっごい寒くなるね。ほんまに寒くなるから、あの、ね、ここに呼んでる時とかここポケット突っ込んだりしてたわ。なんでそんなに過酷な環境で受けなあかんのって思った。かわいそうじゃねって思った。私これ着てたか分かんないんですけど、多分こっからすっごい暑くなんねんな。だからもしかしたら、あのこっちのタートルネック着てたと思う。それでもタートルネックやねんけど、短い首が短いタートルネック着てたかもしれへん。あ、でもこれおすすめよ、短めのタートルネック。以上こんな感じでした。続きまして2日目の服装に入りたいと思います。ではバイバーイ。共通テスト2日目の服装はこちら、これでございます。どん。あのさっきとあの上の服を変えただけじゃないかと、あの大正解。多分ズボンは分からへん、これやったか。もしかしたらさすがに同じズボン履くのはちょっと知り合いとかに見られたら、え、同じズボンやんとかなるかもしれんので、もしかしたらあのジーンズ履いてたかもしれへんか、これなんかこのスキニーバージョン履いてたか、まあジャージかでございます。もしかしたらワンちゃん2日目が理系の教科で、あの私的にはすごい集中しないといけない日だったんですけど、あの 100% もうマジでフルスウルトラ、もうちょっと昼赤読んでて、ちょっとあのあれちょっと感化されてて、ちょっと髪の毛ボソボソやけど、これさっき履いてた、これを履いてたかもしれへん。ワクチンやから、だからかな、だからスニーカー履いてた。2日目はもちろん靴下2枚履きの、あのカイロペーンのもうタイツもすっごい、何200でニールじゃ分かってぐらい足の太さ変わるぐらいのタイツ履いてましたよ。あのズボンでええやんってぐらいのタイツも履いてたよ。でこんな感じの、もちろん楽チンなスウェットです。これもギャップです。ギャップいいよ。しかもこれもね、裏肝です。ちゃんとちょっとだらしない。はい、こんな感じの服装でした。共通テストはこんな感じで、あの2日ともスウェットを着て中にタートルネックという形で挑みました。とにかく寒いです。あの行く大学によるかもやんだけど、その行く大学が直前に決まるので、もうマジで暖房設備がちゃんと整ってる大学って祈った方がいいで。まだね、昔と違って暖房があの行き届いてる環境で良かったなと思いました。でもほんまに今年がどうなるか分からへんけど、あの今の時代の寒さは異常なので、あの気をつけてください。朝から晩まで行けることになるのでね、体調を崩さないようにねしないといけないですよ。これで終わりと思いきや、ラスボス残ってます。ではまた、バイバーイ。やってまいりました、大阪公立大学二次試験を受けた時の服装でございます。さっきの色違いやんということでね、あのもちろんこれを着て受験しました。で、あの中身はあのさっき言ったのと一緒です。極暖のヒートテックにズボンかと思うぐらいの分厚いタイツに、あの2枚履きの靴下にカイロです。
二次試験はね、2月に行われるんですよ。2月、まだまだ寒い、ワンチャン、1月の時よりは、マシになってるかなとも思います。もちろん、これを着て受験したんですけども、やばいと、めっちゃ暑いんよ。なんて言ったか、全然溶けなくて、ね、その時。汗が止まんなかったんですよね。なんか暑いわけじゃなくて、ほんまに、やばい、やばいってなって、ほんまにやばいってなって、まず、試験中これを脱ぎましたね、私。って感じで脱いで、もう、暑いから、みたいな感じで、試験官の人に暑いからっていう感じで脱いで、で、この袖をね、一段階ね、こうやってやって、こういう感じで、風を入れてました。きつかったなって思うな。ほんまに一個も分からへんかったから、ほんまにやばいってなって、めっちゃ暑くて、終わった後も汗止まらへんし、上着抱えて出て行ったもん、姫。めちゃめちゃ寒い中で、ママに連絡して、めっちゃ覚えてるわ。中本までの長い帰り道、上着抱えて、大変やった。ほんまにこんな感じの服装でした。ポイントとしてはまあ、私見ていただいたら分かると思うんですけど、スウェットプラスタートルネックのコンビが多かったんですよね。でスウェットもいろいろあって、こういう裏起毛のやつだったり、ここがモコモコだったり、いろいろあるんですけど、それは気温によって変えてました。ね、薄いスウェットがで、なんかこういう秋とかこういう薄いスウェットが大活躍しました。まあ、若干裏起毛やねんけど、薄いスウェットの下で中身で調節するっていう感じもあり、暑かったらね、もうトイレでも行ってね、脱げばいいから。受験はほんまに自分の出せうる力をもう、もう最後の最終決か、もう集めて、おらって感じで、最終、もう何、この学生の間に積み上げたもの、ボーンって教育委員会っていうか、文部科学省っていうか、それに投げつけるっていう行事なので、自分の一番動きやすい体制、戦いやすい服で挑むのがいいと思います。私はスウェット、こういう裾広がりズボン、タートルネックっていうのが姫のコスチュームでした。コスチューム、ちょっとヒロアカの読みすぎやねんけど、こんな感じで、みんなの参考になったか分からへんけども、なんかこういう服装の人も多いし、制服の方もおるねんな。制服でずっと やってたらそれ制服の方がやりやすいから、それでいいと思います。制服の学校の子も一回私服で行ってみたら、ちょっともしかしたら成績がアップするかもしれないので、ね、姫のこういう動画参考にしてみて、ぜひ自分に合ったコスチュームを考えてみてくださいね。まだ3ヶ月あるので、まだまだ時間あるし、模試もいっぱい続くと思うので、模試を練習台にして、点数とか関係なく、受験の環境を学べる場として、いろんな服装で行ってみてください。ちなみにメイクはしていきます。もちろん私勝負の次メイクしないと気合入らないんで、まあ自分に合ったもので挑んでもらえたらなと思います。めちゃめちゃ熱い今。今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。頑張ってね。